さあ皆さんこんばんは平成27年1月22日丸ごと奈良のお時間がやってまいりましたどうぞよろしくお願いいたしますさて皆さんこの景色ね先ほどのゆるしかラジオ奈良大学のね学生さんがえー、やってるんですけれどもゆるしかラジオ のセッティングをなんとそのままま使ってますというのもですね、えー、今日はですねい、いつも僕がやってるちょうど裏川側にアシスタントとしてね、やってくださってる古市くんっていう奈良大学の,、まああの学生さんですね、ゆるしかラジオもやってるんですけれども、その古市くんがずっと え僕らの音響調整とかねいろいろアシスタントとして音楽をかけたりいろんなことをやってくれてるんですけれどもなんと今日は古市君がいないということでねこの広い部屋にねなんと僕一人しかいないんですえ今日で a 丸ごとならもう14回目ですねえ1ヶ月に1回ずっとやってるんですけれども14回目になりました14回目ずっとね今まで まあ、もう一人一緒にやってた子がいて、で、二人でずっとやってて、一人で出るっていうのは、まあ、なかったんですね。なかったし、アシスタントが、えー、いないっていうのも、なんと今日はね、初めてなんです。ですのでね、今日はちょっとここにパソコンがありまして、そしてパソコンで、なんと自分で、 音量調整をね、しないといけないということでね、ちょっとその様子から一人でやったらどんな感じかというのをちょっと皆さんに、えー、ちょっと見てもらいながらやっていきたいなと思っております。さて、えー、いつもこのパソコンを後ろでその古市くんという子が使いながら実際に、えー、音を聞いてもらってるんですね。で、それを、 今ここでやってみたいと思いますマルゴットならでリアーズチャーネルよしで実際に ここでやってる様子を見てみたいと思います。よありました。Dears ならチャンネル。インターネットでえ見るんですけれども、インターネットは、僕の iPhone につないでます。さあ、出てきました。 さあえあ今日初めてなのでうまいこと取れてるんでしょうか画面がまだあれ出ないですねよさあ出て 今ちょっとあ来たかな見れるのかなとあっ全然関係ないんですけど今あの,あのちょうどね後ろで えー、ポスターがポロッと落ちましたねこれ,これはちょっと映ってるのかどうかがわからないのでこのまま気を取り直して、えー、進めていきたいと思いますいけてんのかないけてんのかな 出出てきました出てききままししたたさあこれで自分の声が出てるかどうかを聞きながらやるわけですけれども今ダウンロード中みたいですねああ出てます出てますあなるほどあちょうどいいぐらいの音量ですねさあこれで 一安心でやっていきたいと思います。さあ、まるごとならのお時間がやってまいりました。皆さん、こんばんは。えー、先ほどはちょっと、えー、バタバタしてしまいまして、え、本当に、見れてんのかなっていうのが心配になりながらやってたわけですけれども、さあ、えー、1月になりまして、そうですね、もう1月も22日で、で、えー、もう後半に差し掛かってるんですけれども、皆様、 明けましておめでとうございます。今年もどうぞ皆様よろしくお願いします。で、えー、皆様、1月といえば初詣ですね。えー、初詣はどこに行かれたんでしょうかね。えー、奈良といえば初詣、いっぱい場所がありまして、で、まあ、春日大社とかね、東大寺とか、薬師寺とかね、岩合寺、いろいろ。 初詣する場所はいっぱいあると思うんですけれどもさあ皆さんどこ行かれたんでしょうかえちなみになんですけれどもえ僕の初詣はえ秋篠寺に行ってきました秋篠寺はですねなんとえ僕の家のまとなりにありましてで、えー その名の通り、まあ、秋篠寺、秋篠町に、奈良市の秋篠町にあるんですね。で、秋篠寺で、108つの金もなんとね、つけるんです。で、まあ、それは僕はちょっと行ってはないんですけれども、まあ、毎年、家族で、その秋篠寺に初詣に行ってますま。12時過ぎて、 で、家で開けましておめでとうございますして、でそこからまあ寝て、朝起きて、おせち食べて、お昼終わって2時ぐらいですかね、に初詣に行ってきましたで。初詣行ったんですけれども、1月はね、実は奈良市すごい雪が降って、雪が積もったんですね。ちょうど、 2時ごろに僕もその家出て、で初詣行って、初詣行って、ちょうど帰ってくるぐらいにえ雪が降り始めまして、でえそこからずっと降ってたんですね。で えー、あすみません、今ちょっとね、あのー、メールが来てましてね、先ほどのちょっとね、一番初めの冒頭の話の続きになるんですけれども、えー、この部屋ね、えー、と僕1人なんで、これ、今日はこの放送で、僕で終わりなんですけれども、その後、えー、この機械の片付けとかどうしておいたらいいですかっていう連絡、業務連絡をしたんですけれども、えー、その連絡、返、えー、ってきたんで。えー ちょっと安心で、またこれで安心しながらまた今日も帰れるんですけれどもね。で、初詣の続きですね。ちょっと帰ってきて、歩いてたぐらいに雪が降ってきて、そこから結構な雪が降ってきて、ずっと夜型まで降ってましたね。それが結構積もって、うちの前でもこれぐらい。 これぐらいは積もってたと思います。で、奈良の人は雪が降るとね、やっぱり喜ぶというかね、興奮するんですね。奈良はあまり雪が降らなくて、で、あまり積もりもしないんです。で、降ってもまあ、パラパラぐらいなんですけれども、そっから、なかなかその、この前みたいにこんだけ積もるということは、まず、 ないですね、それが、えー、1日で,で2日目の朝も積もってましたね残っててそこからまあ天気も良くなってきたんですけれどもまたあの2日の日のお昼過ぎぐらいに降ってきましたで2日の日の雪はそんなには 積もらなかったんかな積もらなかったですね。で、まあ、そのまま、えー、3日4日もずっと、えー、積もらず、まあ、その雪も溶けていったんですけれども、まあ、あまり雪はそうですね、降らないですね。去年もね、去年の2月ですね、僕も覚えてます、2月の14日に大雪降った皆さん覚えてますでしょうかその時も、 奈良は積もったんですでちょうどその時僕も忘れもしない2月14日金曜日やったと思うんですけれどもねすごい降ってで東京でもその時ねえらい降ってたんですねでちょうど僕東京に出張に行ってた時でしてで行く時は行ったらもう東京が すごい雪あって、東京でももう結構積もってたんですね。ほんなら、奈良でも積もってまして、で、帰りが、ね、まあ、新幹線に行って新幹線で帰ってくるんですけれども、帰ってくる途中で、東京はまあ乗れたんですね。そしたら、東京駅乗って、で、熱海ぐらいですかね。 静岡、その辺りで、新幹線の,えにの裏、裏というか、車輪とかについた雪を、その熱海駅とかでえ取り除く作業をするっていうね。なんかそんなんで、みんな結構新幹線が止まって、止まってでしょうね。多分止まらな雪取れないんで。 東京から出た電車がずーっとその熱海ぐらいまで行って熱海で雪を下ろし落としてから次ずっと進んでいくっていう感じになるんでみんなちょっとね熱海ぐらいで新幹線がストップするんですよってなると東京からこう来た電車がここでいっぱい詰まっていくんですねここ 通過せえへんのでねそれで僕もちょうど出た時は、出て前に新幹線5台ぐらいですかね、が5台、もうちょっとかな、8台ぐらいかな、が雪を下ろす作業をしているので、ちょっと待ってくださいって言われて、新幹線の中で待ってたんですね。でまあ無事 僕が乗ってた新幹線もそこで雪を降ろしてそこからまたずっと行ったんですけれどもそこでもうその時点で結構な時間を遅れてたんですね結構な時間遅れてまたその京都に向かってずっと走ってきたんですけれどもまた放送が鳴りましてね次何やろうと思ったらなんとこの新幹線は 京都まで行,行きませんというアナウンスがありまして、あの名古屋までになりますって,言,って、ね、言われたんですね。いやいやいや、名古屋までってね、ね奈良まで帰ってこなあダメなんでね、僕も京都からあの電車乗ってまた奈良まで帰ってくるんですけど、名古屋で泊まるっていうなってしまいまして、さあどうしようと。 思ったんですけれどもまあそれは仕方ないというか仕方ないですねで初めての経験やったんですけれども名古屋駅でまず降りましたまあまあ,あのここでまでになりますって言われるんでねえ名古屋駅で降りてでまあそんな他にもあの乗客いっぱいいたんですけれども あのホームはやっぱり寒いんで、その下の改札のところですね、そこで、の横にまあ待合室があって、ソファーが結構並んでたんで、そこで、ずっとあの座って、寝,寝れなかったですね、ちょっと寒かったんで。で,で、まあ、なんやかんやしてる間にですね、2時ぐらい、2時、3時ぐらいですかね。 でずずっっとうずくまってほん,んなら、まあアナウンスが流れて、で、ついあの、電車、そこに止まってる電車を、あの、電車ホテルって皆さん知ってる、知ってますかねよく、あの、電車が立ち往生した時とかに、あの、みんな電車のソファー、電車の椅子ですね、の中で、こうやってこうやって寝てる様子を、あの、 結構テレビで見たと思うんですけれども、そんな感じで、電車を解放してくれるんです。そこがね、まあ、グリーン車も解放してあったんで、僕そのまま3時ぐらいに、2時3時ぐらいに、荷物持って、グリーン車行って、で、グリーン車で寝たんですね。それがまあ、あのー、 多分生まれて初めて、その東海道の新幹線でグリーン車に乗った経験やと思うんですけれどもね。で、それね、律儀に新幹線の,りあの入るところですね。そこに男性用、女性用って書いてあるんですね <laughs>。やっぱそこはうまいことこう切り分けて、分けて、皆さん寝てましたね。で、ちょうど僕もその電車入って、 まあ、寝ようかなって、してるときに、パッと外見たら、多分どっかのテレビ局やと思うんですけれども、テレビ局のカメラマンが、三脚立てて、で、新幹線を、あ、雪、外ですね、外まず、ホームの方を撮りながら、そこからぐーっと寄せて、窓の中にいる僕を撮ってたんです <laughs>。から 多分そんな感じで、あのー、今日の名古屋の雪はこんな感じでしたっていう形でニュースで出て、で、それが、まあ、次の日の朝のニュースか、そうですね、朝のニュースぐらいで、で、えー、電車も動きませんでしたっていうテレビで、まあ、出てるのかなっていうね、まあそんな思い出がある、えー、雪の話なんですけれども。 それが、えー、去年ですね。で、まあ、もっと昔の話なんですけれども、親戚の家がまあな同じ奈良市内にあって、で、雪は結構、その時もね、結構積もりましたね。僕がまだ多分小学校の2年、3年ぐらいですかね。うん。ぐらいの時も積もった時に、ちょうど、あの、 坂でスキーをしてたのを覚えてます。そ,うそれもね、もう初めてスキーしたかな。まだあのお,もちゃあのおもちゃのスキーで長靴履いてやってるっていうね、まあ、そんな思い出もある、えー、雪の話なんですけれども、まあまあ、そんな感じで、えー、奈良はなかなか、ね、雪が積もらないんですね。 それが、えー、1日積もったというお話で、えー、だいぶ引き伸ばしてしまってね、もう20分ぐらい経ちましたね <laughs>。いやー、1人で話して初め、ね、5分ぐらいは、まだ5分しか経ってへんと思ったんですけれども、話してるともう20分経ってしまうんですね。さあ、早く、えー、次の話いきたいんですけれども、さあ、今日のラインナップを。 今更ですけれども紹介したいと思います、えー、オープニング小ネタをまあ話して10分ぐらいの予定だったんですけれども20分話してしまいましてでそこからえー、さあ、えー、職員が選ぶおすすめですね鳴らしてのおすすめで今回はなんと豆まき情報お届けしたいと思いますでその後ですね市内のイベント紹介、まあ、2月も いろんなイベントが奈良市で行われますでそのイベント紹介をした後最後に奈良市からのお知らせそしてエンディングという流れで1時間お付き合いしていただけたらなと思いますこの番組もね、まあ、全国からいろいろ見ていただいてますので奈良にまつわるいろんな小ネタとかねそういうのをお話できたらなと思ってますよろしくお願いします さて、それでは、えー、職員が選ぶおすすめに参りたいと思うんですけれども、あまだすいません、初詣の話で僕途中でしたね、もういいかな、初詣ね、初詣、あの、秋篠寺行ったのと、あとね、春日大社も実は行ってるんです。で、春日大社はですね、えー、普通の、まあ、春日大社の、えー、中、回廊とか、まあ、その辺りも行ったんですけれども、そこからね、 春日大社の参道を行ってでま春日大社があるんですけどそこをねずっと右参道から右っていうと南ですねに行ったらえ若宮神社っていうのがあるんですねで冥王と大黒社って皆さんご存知ですかね実は日本で唯一ですねえ夫婦の 大黒様をお祭りするところでね、縁結びの神様で知られる、夫婦大黒っというのがあるんです。でも、そこまで行かずに、その一個手前に、若宮神社というのがありまして、そこで参拝させてもらいました。まあ、正式参拝といって、普通にあの、あのー、おさ銭入れてお参りするのではなくて、えっ、ー、と、そこの、えー、なんていうんですかね、 神主さん、宮司さんがいらっしゃって、祈祷していただけるっていうね、それで、えー、正式参拝をさせていただきました。まあ、それの時に、まあ、おみくじも引いて、おみくじは、確か、あの、吉やった気がします。なんかわいい官のね、えー、おみくじとかがありまして、それを引きました。はい、そんな初詣でした。さあ、で、と、で、続きまして、 職員が選ぶおすすめに参りたいと思いますさあ今回の情報をお届けする情報は豆まき情報をお届けしたいと思います皆さんねもう言ってる間に2月になるとね節分がやってまいりますさあその節分の情報を今からちょっとねお話ししたいなと思いますけれども少々お待ちくださいねさあ 節分情報を参りたいいと思います節分2月3日節分ですでこのえ奈良市でもいろんなところで節分の、えー、イベントやってます、まあ、豆まきをしてるところもあれば、まあ、他にいろんなことをやってるところもありましてですねであちょっと待ってくださいね今はちょっと 画像の調子がおかしいんですけども大丈夫ですかね大丈夫ですね。はい。で、節分、えー、いろんなところでやってます。まあ、当然、あの、春日大社でもやってますし、えー、春日大社、それから岩号寺、東大寺、二月堂、幸福寺、その他ね、あの、帯びとけ寺とかでもね、やってるんですね。で、まずは、えー、春日大社、今ね、春日大社のお話があったので、春日大社のお話、 いいきたいと思いますさあ春日大社はまあ,あの節分であの豆まきとかそんなんではないんですけれども春日大社にね行かれた方わかると思うんですけども境内に灯籠がいっぱい並んでるのをご存知ですかねでその灯籠なんとあクイズ出します何期あるでしょうか 春日大社の境内の灯籠の数です。1千、2、2千、3、3千、4、4千。さあ、皆さん考えてください。春日大社の境内の中にある灯籠は何個でしょうかはい。1、1千、2、2千、3、3千、4、4千です。さあ、どうでしょうかね。いっぱいありますね。はい。あと5秒。 4、3、2、1、0。はい、皆さん考えましたか正解は3000です。3000。春日大社の経済の中にはですね、3000期にも及ぶ灯籠がありまして、で、実は800年前の昔から、ちょうど800年前というと、千えっ、ー、と、えー、あ、そう、すいません、800年前からですね、から、 の昔から、えー、今に至るまで、その貴族とか、あと武士をはじめ、あの庶民から奉納されたものなんですね。でその三千0基にも及ぶ灯籠になんと日が灯るんです。はい。日が灯ります。で、その日が灯るのがなんと年に2回しかないんです。で1回がこの節分の日ですね。でそれから、 あと、8月の14、15、お盆の時この時にも、春日大社の灯籠にが灯されるんです。火が入られるんですね。で、そのね、僕も行ったことあるんですけれども、その石灯籠ですね、石の大きい、本当に大きい灯籠、僕の2倍ぐらいあるようなね、そんな灯籠がもう整然と並ぶ、その二の鳥りですね、そこからまあ本社付近、そしてあの釣りの、 釣ってるるもあるんですでそれが、あの回廊ですね、春日大社の本殿というか、そこにもいっぱいつってあるタイルと、えー、と灯籠があるんですけれども、それも火が入りましてね、その光景はね、すごいです。ぜひ皆さんにこれを一回見ていただきたいですね。だって3000基ですよ、3000基の灯籠がに火が入るんです。 ちょうどね、二の鳥居ですので、一の鳥居っていうのは、えっ、ー、と、奈良からずっと行って、ちょうど幸福寺越えたところに一の鳥居っていう大きな門があります。あ、鳥居がありますで。そこ、砂の、そこから砂利道が入っていくんですけど、砂利道ずっと行って、ちょうど市内循環のまた道に突き当たるんですね。そこに二の鳥居っていうのがありまして、そこから、そこから灯籠が、 出てきます、はい、でやっぱりあの奈良って夜はすごい静かなんですそんな静かな奈良に、えー、こうガヤガヤしないところでさっと灯籠に火が灯ってる様子っていうのはねやっぱり王朝の絵巻を 見てるようなねそんな雰囲気ですねはい2月3日春日大社です皆さん覚えてください時間は18時から20時半節分の日まず春日大社で、えー、そんなええー、節分万灯籠というのをやっております行ってくださいさあ続きまして、えー、春日大社のお隣幸福寺二月堂に行きたいと思いますさあ そんな、えー、興福寺の、興福寺じゃないですね、東大寺の二月堂。こちらでも豆まきをやってます。二月堂皆さん行ったことありますか二月堂はですね、ちょうどあの、清水寺みたいな、あんな作りですね。あんな作りなんですけれども、えー、まあ、清水寺とかでも、 普通の何て言うんですかねえ清水の舞台と言われるところから下は清水寺はまあちょっと木があったりとかそんな感じなんですけれども2月堂も同じような感じで清水寺があってそのちょっと下が芝生みたいな感じになってますお水取りで有名ですねさあそんな、えー 東大寺の二月堂のその舞台から昔はなんですけれども豆が投げられてたんですね今ちょっとどうなってるかわからないんですけれどもねえ今もやってるみたいです二月堂の東南のえー 東南の神社ですね。で、古い札を焼くことが行われまして、午後2時から二月堂の舞台の上から、福、え、鈴、ー、というんですかね、福鈴とお豆さんの豆まきが行われます。これも、僕はあの昔行ったことあるんです。昔ってね、だいぶ昔です。僕今30なんですけれども、 あれは小学生の時だったんですけれどもね小学生の時にたまたま2月3日がインフルエンザで小学校が休みになった時があったんですその時にまあ親戚とかあとうちの家族でま僕は全然元気やったんでちょっと豆まき行こうかということで,で東大寺の2月ほで行きましたまだ覚えてますここでなんか 東大えー、と2月堂のその舞台の上からいっぱいバーって投げたやつをもうすごい勢いでもうこうやって取る、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 取る。でまあ、小学生なんでちっちゃいんで、こうバーッて投げられたやつをこうジャンプして取るにはなかなかできないので、ペッと下に落ちたやつをもう一生懸命拾うようなね、そんなんやってました。まあ、周り大人のね、 人ばっかりなんで、まあもうそのおこぼれというか、そんな感じで鈴を取ってましたね。あその鈴まだ家にも残ってます。こんな、こんな鈴です。がありました。さあ、それが、えっとですね、東大寺の2月堂の14時からです。2月の3日。はい、節分豆まきです。さあ、他に、 えー、次は東大寺行ったので、じゃあ興福寺行きましょうか。はい、興福寺。興福寺でも節分の行事やってます。興、えー、福寺はですね、2月3日、同じく2月3日なんですけれども、えー、18時半から鬼を意識というのがね、やってるんです。で、節分の夜に行われる厄よけの、えー、行事なんですけれども、 午前六時、ああ、すみません。午後6時半から、東魂堂ですね。幸福寺の、えっと、五重塔の隣ですね。その東魂堂で、無病息災とか、延命長寿などの法要ですね。が、まず、あるんです。その後、7時から、6匹のね、鬼を、 毘沙門天が退治する鬼を意識っていうのがありますで7時半からえ東魂道から福豆巻きが行われるんですねでこれも、えー、実は僕行ったことあるんです、えー、これ行ったのは最近最近とか一二三4四年ぐらい前ですねに興福寺行ったんですけれどもこれもねもうすごい人ですちょうど東魂道っていうのが えっと、五重塔が、五重塔があります。その北川ですね、に闘魂堂というのがありまして、そこで行われるんですね。で、五重塔、闘魂でその横に国宝館が並んでます。ちょうど闘魂堂がありまして、 で、そこの、まあ、なんていうんですかね、そこ、そこでやられるという形です。で、まあ、その、闘魂道なんですけれども、その闘魂道もね、国宝でして、で、興福寺にはもともと3つの魂道がありました。で、こちらはその中魂道っていうのが真ん中に今再建中なんですけれども、中魂道の東にあるので、闘魂道なんですけれども、聖武天皇が、 えー、創建されたと5回、えー、焼けてしまったみたいですね。で今のは現在の建物は室町時代再建の6代目ということで,で本村、ご本尊が、えー、薬師如来重要、えー、文化財とあと十二神書の国宝ですねがあります。それが闘魂堂なんですけれども、えー、その闘魂堂でや,、えー、やってました。 で、まあ、そ,もうその、行った時は、僕ももう大人やったんで、真、まあ、ん中、後ろぐらいからでもずっと、えー、見えてたんですけれども、まあ、あの、結構暗い中で、で、えー、鬼が出てきて、で、鬼のね、あの、お面かぶって、で、なんなた、なたっていうんですかね、を持った鬼が、えー、現れて、それを、えー、 毘沙門天さんが退治するという鬼を意識です。で、僕、その行った時も豆まきがあったんですけれども、今結構ね、豆まきって危ないって言われてる皆さんご存知ですかねあの、バーって巻いたやつをみんながもう我れ先にブワーって取るから、怪我したりとか、あともう取り合いになるんで、それは危ないっていうことで、そこの幸福寺では、の豆まきは、 まあ、豆を、まあちょっと、ちょっとだけ、前の方に、こう、配、まあ、る、そんな感じで、あの、豆まいて、でその後そこに、行った全員の人に、えっと、まあ、その横にね、テントがあって、そこで、順番に並んで、豆をもらうっていうね、そんな感じの、えー、豆を配ってもらうような、そんな感じでしたね。 さあ、そして、それが幸福寺。そして、そして次は、あとはね、願号寺もやってます。願号寺、願号寺。願号寺。ありました。はい。願号寺。あ、すいません。さあ、願号寺も、は、なんとですね、2月3日節分の日に13時からやってます。節分の、えー 斎藤王五幕、まあ、そんなんがやってましてで、えー、境内ではですね厄除、まあ、けとかそんな、えー、と日渡り修行が行われたりとかするんですその今言ったねその斎藤王五幕っていうのがですねその木をまあくべてバーッと炎で出すんですねその炎の中に え不動明王を、まあ、こう、願うというかね、まあそんな感じで、で、その炎の中に願いを書いたあのごまきを入れるんです。で、焼き尽くすことで、願い事をその不動明王様に聞いていただくという、まあ、そんな感じですね。結構、そのね、炎というか、それも大きくて、一辺がこれぐらい、これぐらいですね。 あ見えないかなこっちこれ、これが僕の両手ぐらいか高さも結構大きいんです。そんな中で、わーっと炎が燃えてるんですね。で、その後ですね、その舞台では、年男、年女によって豆まきが行います。で、掛け声は、福はうち、鬼もうちって言ってね、言うみたいですね <laughs>。 へで、またその元号寺には、えー、五ヶ瀬という鬼が、えー、昔いたと伝えられています。元号寺。元号寺もね、行きました。これも何年ぐらい前でしょうね。3年、4年ぐらい前ですね。で、元寺行って、まあ、その炎のやつも見て、で、そ昔その行った時、その時じゃないその昔行った時は、その暇、ま、えっ、ー、と、 日渡りっていうんですかね、日渡り、日渡り修行っていうのもやってて、それは、あの、確か丸太やったと思うんですけどね、丸太、焼いた丸太の上をこうってずっと走っていく、裸足で走るっていう、そ,そういう修行がありまして、それ、僕、行ったことがあります。ですので、まあ今、ちょこっとね、お話しさせてもらった春日大社、元号寺、東大寺、興福寺、 でまあ、その他にもね、帯溶け寺とかでもやってるんですけれども、まあ、奈良周辺で言うと、えー、奈良駅周辺で言うとそれぐらいですよね。なので、時系列順に並べてみると、まず、願号寺の、願号寺の節分の行事が13時からあります。まず、13時、願号寺に行きます。うん。で、日渡り修行とかして、で、その後、 14時に東大寺の2月堂まで行きます。大体いい、元号寺から、えー、2月堂まで、まあ、歩いて結構かかりますね。20分、30分くらいかかると思うんですけれども、東大寺2月堂の豆まきが、えー、14時から、えー、行われますので、えー、東大寺2月堂に行きます。で、その後、まあ、ちょっと寒いので休憩しの、えー、18時半から 願号寺で、その、あ、すみません、幸福寺で鬼を意識ですね。して、またお豆をもらって、で、その後、最後に、春日大社、20時半まで、万灯籠をやってますので、それに行くという、プランがいいでしょうかね。うん、2月3日、いいですね。さあ、そんな、2月3日は、えー 何曜日なんでしょうかね ?2 月3日、ちょっと待ってくださいね。2月3日は、えーっと、2月3日、カレンダー、2月3日は、あ、火曜日ですね。2月3日、火曜日でしたわ。火曜日。 そんなプランで奈良を巡っていただいてもいかがでしょうかはいさてそしてですね職員が選ぶその豆巻きのおすすめ情報は以上にしたいと思いますさあ続きまして2月の市内のイベントを順番にご紹介していきたいと思います2月に入る前になんと1月の24日 若草山,の山焼きあります。これもすごい見応えがある山焼きですね。え、若草山の山焼きなんですけれども、え、もう、これをのえ、起源はいろんな説があるんですけれども、 まあ春日大社興、まあ、福寺東大寺の説によ,よれば若、まあ、草山山頂にある前方公園墳を沈めるためがあるんですけれども、まあ、そこの言霊っていうんですかねを沈めるための,あの行事だっていう説もありますし、えー、その他にも若、ねまあ、草山を 年内もしくは翌年の1月頃までに焼かなければ翌年に何か保傷事件事件ですねが起こると考えられていたこととか,、またおかさまあと岡山一帯をめぐる春日大社興福寺と東大寺の領地争いが元であるとかの説とかね、まあ、あるいは春の芽生えを良くするための、まあ、原始的な野焼きを伝えているという説とかね、まあ、いろんな説があります。 この若草山焼なんですけれども約33ヘクタールもありまして33ヘクタールの山全部に日が回って冬の夜空に山全体が、えー、浮かび上がるというのはすごい景色ですねで先ほどね言ったその一番上にあるその前方後栄墳というのがですね日本で最も高いところに 作られた前方後衛踏んで全長1 0 3メートルもあるみたいですね。はいそんな山焼きが1月の24日にあります。で山焼きはですね18時15分から花火があるんですで。18時半から点火するんですけれども、これまたね、奈良奈良ではの光景なんですけれども、奈良って。 高い建物がないんですね。まあ、高さ規制とかあるんですけれども、があってね。で、その高さ規制とかのおかげで、例えば、最大寺からでも若草山が見えるんです。最大寺というと、奈良からまあ6キロ、7キロぐらい離れてますかね。駅でいうと2駅ぐらいあります。その最大寺からでも、この若草山が見えるということは、 この若草山焼きも最大時からでも見えてしまうんですね。っていうことは、えー、平城9石からでもこの若草山焼きが見れるんです。綺麗に見えます。この花火もありますので、花火も遠くからよく見えるんですね。よくあるのが撮られてる風、えー、と景色とかが、 ちょうどは、えー、平城宮跡の朱雀門があるんですけども、そ,この,その辺りから撮ったり、えー、写真を撮られたりとかね、まあ、そんな綺麗、えー、な、えー、若草山焼きが1月の24日にありますので、ぜひ皆さん、これは必見ですね、の若草山焼きですので、皆さんご覧いただけたらなと思います。 でそれから、同じ日の1月24日に、えー、大トンド、トンド様が行われます。それも若く、えー、と若草山のちょうどふもとからもうちょっと行ったところの、飛び火野ですね。飛び火野と言われる、まあ、春日大社の二の鳥というところ、そこの隣の飛び火野があるんですけどそこで、大、えー、トンドやってますので、 これも皆さんぜひ見ていただけたらなと思いますさあそれからもうってねこう話してる間になんともう46分経ってるんですねいやーすごい早いですねこんなによう僕喋れたなと思うんですけれども、まあ、まだまだ奈良の情報続きますそれから2月といえばやってまいりました受講茶会ですはい受講茶会 こちらです受講茶会さあこの受講茶会なんですけれども2月の9日から2月の15日までやってます場所はもういろいろあるんですね春日大社東大寺元号寺大安寺西大寺東照大寺薬師寺その他会場例えば奈良町とかですね いろいろあります。これ第2回です。去年第1回が行われて、すごいすごかったです。僕もこれ、あのー、職員としてね、行ってたんですけれども、この重工社会すごかったです。で、なんと2月の12日の木曜日には、シンポジウムが奈良100年会館で行われます。で、これは初期、わび茶についてという。 えー、題材でですすねで行われてますでこれはちょっと2000円という、えー、時間、えー、お金がかかるんですけれどもシンポジウムがありますで同時開催としまして最大時で大茶盛りが2月の14日15日にありますはい裏にこれ日程がありますはいうんなるほど さあ、この J 受紅茶会なんですけれども表千景裏線形まあいろんなお茶の流派合計5つの流派によるお茶が楽しめますさあこの受講茶会なんですけれども奈良にはですねそのこう持っておきましょうか多くの優れた文化が息づいておりますで世界遺産古都奈良の文化財はもとよりいにしえより受け継がれる 日本の源流ともいえる社寺の伝統行事や伝統芸能あとならずみとかいろんな伝統産業が有形無形の文化遺産として存在しておりますでそうした中に呪行により育まれたこの茶の湯というのもありますこの呪行村田呪行さんなんですけれどもわび茶の精神による茶の湯を作りで今日日本の代表的な文化でもある茶道の 基礎を作りましたこのようにですね受講により、えー、育まれたこのお茶も奈良を、まあ、源起源ですねとする大切な文化でありこの茶を通して奈良の魅力を発信したいという思いを集結する場としてこの受講茶会を開催しておりますさあこのお茶会なんですけれどもさあ内容いろいろありましてですね このお茶席は午前9時から午後3時までやってましてお茶会の内容なんですけれどもまず価格が5000円それから1000円それから2万円というお茶会の内容になってまして5000円でしたらお茶席が2席それから天津1席で各会場の参加ですね でお,茶会お茶席の循環バス乗れます。でせーのでしたら、お茶席 1, 回分といえ1席分と会場の3巻。それからえ2万円。すごいですね。これ特別茶席ですね。濃い茶、薄茶。それから懐石が楽しめる。この3つの種類がの、えーまあ、チケットというんですかね。まあ、それがあります。 でお申し込み方法は、まあ、なら100年会館なんですけれども、まあ、ウェブ予約も、えー、できますので、えー、どうぞ、えー、お申し込みしていただけたらなと思います。ちなみになんですけれども、20、えー、と期間が26年の、えー、12月の10日から27年の1月の26日までお申し込みできますので、26というともう皆さんすぐですので、ぜひこの重講社会、 ご参加いただけたらなと思います。これね、去年、僕、も先ほども言ったんですけれども、職員として、僕はあの巡回バスが走ってました、去年は。でそれが、春日大社、まあ、僕行った時は、その会場が東大寺と春日大社と、ちょっと離れた薬師寺の3か所での巡回バスですね。の、なんと、 添乗、えー、員として、えー、参加しておりました。ですので、例えば、えー、春日大社から薬師寺に行かれる方,の方が乗ってるバスで、まあ、こんな感じでマイク持ってで、次の薬師寺はこんなとこですよ。でお茶席はこんな席ですよで。奈良市っていうのはこんな感じですよ。 っていうのをほぼバスガイドさんみたいな感じですね。で、話をしていきました。で、次が春日大社で皆さん降りられて、で、次のお客様が乗ってこられたお客様は次、東大寺へ行かれたので、じゃ次、東大寺ではこんなお茶席がありまして、東大寺っていうのはこんな場所ですよっていうのを 大体、薬師寺から東大寺でしたら20分、30分くらいですね、バスありまして、その中でずっとね、話していくんです。でもちょっと東大寺から春日大社は近いんですけれども、まあ、春日大社のお話をしたりとか、そんな感じでずっと乗ってました。で、まあ、あの、面白かったのは乗ってると、僕は結構あの同じ話をしたりとかするんですね。<laughs> なたまたま、 で薬師寺で乗った方がたまたま4名いらっしゃってまあ席座ってらっしゃったんですけれどもまあ初めにあの話をしてるとなんかすごいあのにこやかにこっちね見ていただいてなんやろなと思ったら「さっきも乗ってんこのバス」って言っていただいてねですのでまあなあのまあ話の流れで 同じ話をするわけにもいかないので、まあ、4名の方でしたので、もう、あの、前でしゃべるんじゃなくても、真ん中後ろぐらいまで行って、まあ、その方々と、なんなら、こういう場所ですよっていうことで、お話しさせてもらったりとか、なんかそんなこともしてましたね。なかなか、あの、まあ、いい経験させてもらいました。で、まあ、その時には、もう、この、 というストリームも始めてましたので喋ることに関しては結構は話はできたんですけれども、いやもうなんかガイドって始めは難しいなと思ったんですけど、やっぱり楽しいなって思いましたね。いろんなことをこう話しすると、皆さんこう聞いていただけるので、それと同時にいろんなことをこちらもね、知ってないといけないで、質問されるとちょっと答えるっていうようなね、そんな感じで。 えー、僕も勉強しないといけないなとは思ってるんですけれどもはいそんな、はい、受講者会が2月9日から15日までやってます是非皆さん受講者会はね来ていただけたらと思いますのでよろしくお願いしますと言ってる間に残り5分になってまいりました2月はこうしてみると盛りだくさんですねあと他にもねいろいろとご紹介したいものがありましてナラルリエもあります 2月の8日から14日は奈良ルリエやってますということは奈良ルリエもやりながら同じ時期にこの受講茶会もやってますね皆さん盛りだくさんな2月になりますけれどもぜひどれかね節分もありますしどれか行っていただきたいなと思います なかなか冬場になると夏はね、東海とかありまして、えー、奈良にもお客さんいっぱい来られるんですけども、冬がなかなかないなということで、この奈良ルリエも始まってまして、そしてこの受講茶会もありますので、なかなか、えー、面白い2月になってまいりました。で、えー、来月、2月の放送なんですけれども、2月の26日にまた、えー、放送したいなと思っております。さあ、えー、って言ってる前に、あと4分になりましたね。 え皆さん、本日どうだったでしょうかもう一人でずっと喋ってて、どうですかね。こう見ると、後ろがなんか、ちょっと寂しい感じがしますね。こうしたらいいのかなこうしたらちょっと、かわいいかなちょっとまあいろいろ試しながらやっていきたいなと思ってるんですけれども、皆様、 寒くなってきましたし、2月結構寒いんですけれども、風邪をひかないようにしていただきたいなと思います。さあ,あ、あと3分ですね。まあ、さっき、ちょうど僕はこのスタジオ入ったときに、前の番組のゆるしかラジオねがやってたんですけれども、ぱっと小窓からこのスタジオを覗いたら、1人しかいなかったんです。で、あれと思って僕の始め、 ゆるしかラジオがやってると思わなかったんで、終わってんのかなと思って <laughs> まあ、あの、結構あってたんですけれども、一人でやってて <laughs>、その子もちょうど残り3分ぐらいのところで、さあ、あと3分になりました。えー、今日は、えー、ぐだぐだですいませんねという話をしてて、その子も一人で、アシスタントもなしで、一人で話をして、で一人で自分の、まあ、この、 映ってる映像を見ながら話をしてました。で、3分が過ぎて、あと、ああと2分、あと2分って言ってね。で、何を喋ろうかなっていう感じで、あと2分、あと2分、あと2分。で、あと1分になったぐらいで、まあ、次の番組の話をしたりとか、そんな今日の振り返りとか、そんなのをやってましたね。ということで、あと僕もね、こう、ちらちら時計見ながらなんですけれども、あと2分になってまいりました。さあ、今日のまとめに入りたいと思います。 今日話したこと、まずはじめにですね、初までのお話をさせてもらいました。初詣、僕は、岸野寺、そして、春日大社に行って、おみくじ引いてきました。でそれから、職員が選ぶおすすめの豆まき情報。2月3日、春日大社、元号寺、東大寺、江福寺。まあ、あと、帯時寺とか、いろいろ、いろいろ、豆まきやってますので、ぜひ、行ってみてください。それから、 次に2月の市内イベント紹介ですね。若草山焼きに1月の24日、それからトンドさん1月の24日、同じく24日です。そして受講者会ですね。あります。さあ、えー、そんなこんなで、えー、もう、 あと残り1分になってまいりましたのでそろそろ締めたいなと思いますさあ、えー、オートンドはそうですね1月24日13時から飛び火ですさあ皆さん行ってくださいということで、えー、そろそろこの番組、えー、本日は終わりたいと思います、えー、私奈良市役所職員の谷、えー、中健吾と申しますさあ今年2015年羊年ですけれども 今年も皆様ぜひよろしくお願いします。それでは皆様、さようならー。さようなら。ちょっと待ってくださいね。カチッとします。さようなら。